呼吸の筋肉を鍛える、横隔膜を上げ下げする筋肉でも、トライアスリートとか使うんじゃないですか。ビーズの音楽を支えるもの、それは松本のギターと稲葉の伸びのある高音だ。喉には負担がかかる。ちょっと気休めで真夏だというのにステージには加湿器が4台、さらに喉の炎症を抑えるという温かいハーブティー。じゃあいいですか、次行こう。行こうか。リハーサルの合間を縫ってたびたび医療用の吸入器に向かう。乾燥してちょっと出なくなったりすると、こう、あ、やっぱりやっときゃよかったなとかって思うのが嫌なんで、だから本当はそんなに、例えば5回やれっていうのを3回でもいいのかもしれないけど、こう念を入れがちになっちゃうんですね、こうツアー中だけ。稲葉が人一倍喉に気を使うようになったのには訳がある。一度すごくこうもうダメになった時というか、声が出なくなった時があって、それは、まあ、声帯っていうのはこうきれいに閉じないと声が出ないんですけども、でここを隙間が空くといわゆる枯れてる状態になるんですけど、そこにその水ぶくれみたいなものができて、でポリープとは違うんですけども、それのせいでも全く裏声も何も出なくなってですね、で手術をしたんですけども、それがだから2004年の頭ですね、1月ですね。でその術後の経過を見ることもあって、やっぱ定期的には検査をして話を聞くようになりましたね。これは担当の医師が毎月喉の状態を書き留めたメモ。稲葉は歌った後全ての音域がかすれると訴えている。喉を乾燥させないように湿度は 50% 以上に保つことというのが医師からの指示だった。稲葉は真夏でも控え室のエアコンは使わない。さらに廊下からの冷気を防ぐためドアに目張りをする。上に洗濯物がすごいかかってるから気遣うのは喉だけではない。デビューから20年経った今でもライブではステージの上を激しく動き回る。リハーサルやツアーでは専属のトレーナーを常に同行させている。先月結構痛いところだらけ本当ですね。アリーナが終わったあたりから、うん、この間まで首が曲がらなかったんですよ沖縄の最終日に痛めてるんですね。テーマはいかに衰えるその速度を遅らせるかというところなの で、まあ、でも自分の中では例えば去年や一昨年より今年の方が動けてるとかってそういう風な感覚もあるし、ただ動いたら動いた分確かに
疲れはしますね。日によってはもうちょっとシャワーも立って浴びられない時もあるので。今松本さんが、稲葉さんちょっと痩せすぎじゃないかって心配してましたけど、自分もでもめちゃくちゃ落ちるんですよ体重。なんだかんない今年何月からかな。稲葉は体調管理も徹底している。胃腸を冷やさないように夏でもよく食べるのは鍋。ツアーが続く8ヶ月間ビールは飲まず、お茶にも氷は入れない。なんか食べ物とか見ただけで、サラダとか見ただけで体が冷える感じがしちゃうんですよ。視覚的にもう冷える感じがこう伝わってきちゃったりするんですよ。ケータリングのこう生野菜とか見るだけで。稲葉さんを一言で表現すると言ったんです。今パッと思いつくのはやっぱりストイックっていうことかな。うん、やっぱりそのビーズのボーカルとしての自覚がすごいよね。やっぱりその喉の管理だとか、やっぱりその体の体力の維持だとかね、やっぱあれはやっぱり普通の努力の仕方では無理だと思うね。あんまり彼は口数多い方じゃないか、そういうこといちいち言わないけどさ、だからやっぱり見えないところですごい頑張ってんじゃないですか、きっと。とにかく手を抜いてない姿を見せるというのがテーマでやってるので、そこが伝わってれば何らかの結果は出てくるんじゃないかなと思ってますね。成功っていうのも、まあ一般に言うとやっぱりその経済的な成功とかもありますけど、最終的にはその人が満足できるかどうかだと思いますけども、自分でこう精一杯やれてるかどうかというとこだと思うんですけども、最後はその後にまあいろんなものがついてくると思いますけども、結果もうドーンとして受けられるというか、そういうふうになれるとやっぱりすごくいいと思いますけどね。稲葉さんはアーティストですか、ミュージシャン？僕の中の意識はあまりアーティストっていうのもないし、実はミュージシャンっていう意識もあんまり実はないですね。まして音楽家というのもあまりないですね。じゃあ稲葉さんは何ですか？ビーズのシンガーですね。スタジアムツアーの最終日、9月21日。20年前、ビーズがデビューした日です。20年目の今日、本当に最高に美しい景色見せてもらいました。本当に感謝してます。どうもありがとう。稲葉さんはビーズの20年をこの言葉で締めくくりました。胸に焼き付けて、またいっぱい勉強して、いっぱい練習して、また戻ってきます。本当みんな最高ですよ。どうもありがとう。せー